はい、終わってみた結果がこちらになります。18勝124敗2分け。まあ去年がね1勝しかしてなかったことに対して考えると成長はしてんだちょっと。うん、いいじゃないということでございます。さあ順位表こんな感じ。まあ、交流戦はねもう前見しましたけどこんな感じ。対戦表、基本的にはやばい。ただマリーンズに対して結構意外と言って、ちょっと失礼しました。物を落としました。やべえ。ソフトバンクに1勝もできなかった。うん。でも、千葉ロッテに対しては5勝してるんだね、ちゃんと。ちゃんとじゃねえな。そして、対戦成績的にはこんな感じ。基本勝てねえからな。しょうがない。最多連勝2、最多連敗29というね、記録を更新してます。余裕で連敗の。投手成績表はこんな感じ。チームとして。野手はこんな感じ。あ、でも、バントはそうでもない。増えたな、後半。ドベニぐらい。さあ、投手ランキング。まあ、ざっとパパッと。あ、これは、ね、いいか。こっち見た方がいい。投手記録。はい、ざっと見てください。こんな感じになります。ワイバーンズ、やられまくってます。マジで言ってる？はい、そして野手陣。結局、野中が65打席無安打とかとんでもねえ記録叩き出しちゃって。やべえな、これ。はーい、というところですかね。代打ホームラン。お、石峰さんやってくれるじゃない。なるほど。いろいろコケにされてる感がすごいけど大丈夫かな。あ、でも森さんに対して誤三振できてる時もあったんだ、時には。二平札はあかんて。さあ。個人タイトル、こんな感じ。2019年。おお、二人、打率で並んだな。へえ、デスパイに43本、浅村。浅村やべえ。129打点で、6年ぶり2回目。盗塁王、源田。はい。最多安打201本。おお、結構あれだな、同率多いな。お、やべえ。菊池雄星、20勝達成してる。やべえ。へえ、セリーグはどうだろう。あ、横浜に行った坂本がすげえ。マクフォール結局いい選手だな。欲しいな。なんて。菅生さん126打点。で、はい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 。なるほどなるほどなるほど。東18勝。いいね。最多勝また菅野なのかなと思ったらそんなことはなかった。月間 MVP は最終的にこんな感じ。ソフトバンクピッチャー美味しい思いしてるよね。千賀がすごいのもう。あー、なるほどなるほど。すげえ。東6月から8月にかけて無敗なんだ。そりゃ最多勝取るわ。都合もやべえな。てかもう6月から8月がもう DNA の時間なんですけど、それは。なるほど。まあまあまあ、惨敗ですよ。我がチームこんな感じ。投手成績。とりあえず投球回数で見て。コラレスが一番投げて5勝12敗。白木は結局1勝もできず。20敗。ちょっとあかんやろ。20敗はあかんて。そして、まあいいや。とりあえず、最多勝利は？あ、海田。海田でいいんだよね、海田さん。へえ。まあ、中継ぎとして勝つことが多かったのかな、結局。うん、6勝3敗20ホールド。で、そしてコラレス、5勝12敗。なるほど、なるほど。そして、佐藤。これ途中でドラフト、あ、じゃあドラフトじゃねえ、トレードで取ってきた選手ですよね。なかなかいい活躍してくれてるじゃない。ホールドポイント11で。うん。で、山名が結局21敗か。ちょっときついな。うん。山名、白木がここでちょっとなんか計2人で41敗してるのはきついわ。有川。もう、まあ、先発中継ぎぐらいでやって。結局ちょっと、あんま全体的に良くなかったな。八木もちょっと途中頑張って出してみたけど、結局いっぱいのみか。でも防御率は 5.79、他に比べたらまだマシかなっていう程度。阿部さん 1.50。球速は落ちたが、それ以外が伸びている。宮西。早熟タイプ。取ったけど、なんせスタミナがないからな。ちょっともったいないところはある。でも20ホールド。そしてマルティネス。1勝もできず。
これ、あれだな、なんかこう新しい外国人取った方がいいかもしんない。脳みさも結局一勝もできなかったし、これはちょっと考えなきゃだな。野手はどうなの。じゃあ一応最優秀打率が黒羽さん9勝、2割6分3厘9本45打点。そしてメヒアが続くと。なんだかんだ言って15本打ったんだ。で、堀尾もよ、いい。堀尾もいい活躍してるじゃない。2割5分4厘。で、諸星が2割5分3厘。そして長谷川2割4分9厘。で、結局、ちょっと野中は早すぎたかな、出すのが。池亀も。池亀はね、これから育てばいいと思うんだよね。まあまあまあ、しょうがないよね。あと、石峰さんが結構103試合出てんだよね。中継、だからまあ、守備交代とかでも使ってるし、そういうとこかな。広吉さんは、まあまあ、ベテランだし、コーチとかそういう、能力を教える側に立った方がいいのかもしんないね。オッケー。さあ、ということだ。じゃあちょっと、次へ。年間表彰。ファン感謝祭イベントやっとくか。よいしょ。はい。麻生木工業ファン感謝デー開催。で、それでは年間表彰いきましょう。ゴールデングラブ入るかな？誰か。ベスト9。選ばれず。ゴールデングラブ。選ばれず。新人王も特になし。残念。MVP は筒香と千賀。菊池沢村賞だよなぁと思って。残念。はい。ファンは喜んでいる。ここで数増やしておかないとやばいからね。さあ行きましょう。続けますよ。さあやってまいりました。まず契約公開。宮西 FA なんだと？取る人いんのか？まあいいや、じゃあ契約公開行きましょう。おい。とりあえずまあ、オッケーオッケー。プラスプラス、だいぶ。こう監督変えるか？じゃあ。もっとこうなんだろう。秀でたって言うわけじゃないけど。何か、そうだな、難しいな。古田監督ってのも手か。だ、こう、古田コーチ辞めて、監督にしよう。育成力の高い、コーチを。だ、そうなると、高速チャージの、そうだな。じゃあ、はい、平岡さんで。で、監督を、俺は古田政権に移行します。とりあえずこれで。待った。一応他もちょっと変えとこうか。できれば育成力の高い選手。育成。緩急いいね。堤さんで、打撃コーチが、代打丸さよなら男。これいいね。竹本さん。オッケー。コーチはこれで確定で、監督は石毛さんから、古田さんに、ID 野球で。これからの、野球は ID で。そしてちょっと AB とかいねえかな、さすがに。まだいないか。とりあえずまだしばらく BB でいいでしょう。海外スカウト。投手取りたいな。内野手というより、ピッチャーが得意な BB の選手。いるね、犬塚さん。犬塚さんに、お願いしよう。よし！古田政権に行こう。そして、とりあえず、なんだろう、首にしたい人は首にします。はい。あなたたち、とりあえず、これは問答無用だね。特に迷うこともなく。とりあえず、おー、でもまあ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 。ありか、まあ、じゃ責任感じてんだな。500万でいいよと。いや、山名、こんなに投げて500万でいいんだ。まあ、文句、それで本人が言ってんだったら俺別に何も言わないけどさ。しょうがないよね。ただ一番持ってこうとしてるのが山口哲也。まあ、まだ必要な人材だからな。ただ、みんな基本的に結構持ってってるね。
能見さんちょっときついな。ちょっと1000で、うん。1000万。残念ですけど。で、諸星、お前結構、まあ、いっか、期待してやろう、これからに。で、あー、海田さん、まあ、20セーブやってっかな。取るか。そのまま、行っちゃいましょう。うん。上げに来る人と、メヒアは違うよ。いや、メヒア落としてもいいな、最悪。とりあえず5000万で契約。うん、まだ、ちょっとそんな。マスターさん、やりますね、あなた。まあいいや、頑張ってるし。バネさんはとりあえずいいかな、そのまま。とりあえず、はいはいはいと。まあ基本はみんな謙虚でいてくれてよかったよ。よし、契約しちゃおうか、そのまま。はい。青を基本的に全員クビにしました。これで。はい。アー選手が、占領外通告。それでまだいいや。うん。十分十分。さあ、それでは、パワフルスポーツをお伝えしましたと。それでは次。皆さん大好きドラフト、お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。